加古川線。加古川線は、兵庫県加古川市の加古川駅から、丹波市の谷川駅に至る西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、地方交通線である。兵庫県の中央部を流れる加古川に沿って、山陽本線と福知山線を結んでいる。パークライドの普及とともに、神戸市や大阪市への通勤輸送が増加する一方、地域輸送も担っている。 1995年に発生した阪神、淡路大震災の際には、東海道、山陽本線、JR 神戸線の迂回路の役割を果たした。しかし単線、非電化であったことから迂回路としての機能強化を求める声が起き、2004年12月19日には、全線が直流電化された。2013年4月1日には、加古川駅薬人駅間、同年8月10日には、 薬人駅西脇市駅間が開業100年を迎えた。全線が旅客営業規則の定める大阪近郊区間に含まれている。路線記号は、アイ、ラインカラーは青緑で、車体色や駅名表でも使用されているが、これは神戸市社が管轄していた時の独自のものであった。2015年3月14日の路線記号導入に合わせて、 ラインカラーの拡充が行われた。加古川駅、久釘村駅間は、近畿統括本部、谷川駅付近は、福知山支社が管轄している。2016年3月26日から、IC カード、アイコカ、およびピタパなどアイコカと、相互利用が可能な IC カードが、加古川駅西脇市駅間で、使用可能になった。2018年からは後払いにも対応している。 全線を通して運転される列車は、下りの1日1本のみで、薬人駅、西脇市駅で運転系統が分かれている。ただし、全線を直通する列車も西脇市駅で列車番号が変わる。全列車が全線でワンマン運転を行っている。全列車ともドアは半自動となっている。日中時間帯は1時間に1から2本運行されており、 加古川駅や九人駅間と加古川駅、西脇市駅間の列車が交互に運転されている。加古川駅や大駅間の区間運転列車も平日の朝夕に4往復設定されている。西脇市駅、谷川駅間は1日9往復、土曜、休日は8往復が運転されており、他の区間より運転本数が少なく3時間ほど運転がない、時間帯がある。また、 西脇市駅、谷川駅間においては、交換可能な駅は、西脇市駅のみである。2010年度までは4.812月以外の、第4土曜日に星工事のため薬人駅、谷川駅間で日中の列車が運休していたが、2011年度からは、運休は、取り止めとなっている。保守労力軽減のため、強いな箇所における速度制限、時速 25km が、 日本へそ公園駅黒田省駅間などで実施されている。年に数回貸し切り列車として、車内で生バンド演奏に合わせて、動揺や、昇華などを乗客が合唱する歌声列車が運転されている。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、JR 神戸線が寸断され、万端線ともに、迂回路線として、 非常に重要な役割を果たした。加古川線は万端線よりも迂回距離、所要時間も短いがワンマン運転が主体の線区で列車の行き違いのため編成量数が制限されること、及び谷川駅の福知山線と加古川線を結ぶ港内配線が非常の分岐器しかないことから福知山線への直通運転ができず、 線内列車の増発及び増結で対応した。加古川線では、西脇市駅で運行形態が分かれており、西脇市駅で乗り換えが必要であったが、乗り換えを解消して直通列車を設定し、震災前に9本しかなかった直通列車は、同年2月6日には45本に増加し、ほとんどの列車で直通運転が行われた。また、加古川駅、谷川駅間で、 快速も運転された。現在使用されている車両はすべて電車で、阿保市総合車両所赤市,市所加古川発出所に所属する125系及び103系、3550番台で運転されている。西脇市駅を境に南北それぞれの区間で需要に大きな差があり、加古川駅西脇市駅間には2両や4両編成が必要になることから103系が、 優先的に使用されており、需要が格段に少なくなる、西脇市駅、谷川駅間には、当線の電化に合わせて製造された一両で、運行可能な125系が、基本的には全列車で使用されている、検査などで103系3550番台による、ダイソーの場合がある。そのため、二十五系の運行は、加古川駅西脇市駅間では、本数が少なくなっており、 主に、加古川駅や薬人駅間の区間列車に使用されている。朝ラッシュ時には125系による3両編成運行もある。後日のラッピング車以外の103系の塗色は、かつて走っていた常磐線の103系と同じ青緑1号である。2004年12月19日の電化時から、103系に横尾忠則がデザインしたラッピング電車が運行され、 2007年6月には4本目となる列車の運行が開始された。2011年5月15日から車両の全般検査のため順次運行を終了し、2012年11月18日をもって運行を終了した。各編成の運転開始日、終了日、テーマは次の通り。 原車に施された4種類のラッピング以外にさらに2種類ラッピング案が存在していたが、初版の事情により採用されなかった。過去川機関区所属のキハ20型などの機動車が使用されるとともに、同区所属の C12 系蒸気機関車を原因機として貨物列車が運行された。蒸気機関車は1972年3月で運用を終了した。 蒸気機関車の運用終了後、キハ37型やキハ30.35系、キハ23型が投入される。国鉄分割民営化直前には車両転属により加工側起動車区から姫路機関区へ席を移している。分割民営化直後からキハ40.47型の転入が行われて他た形式の起動車は運用外れ。 1998年10月ダイヤ改正にて、キハ37型が運用を離脱した後はキハ40.47型のみで運用されるようになる。2004年12月に電化され、当路線で使用されていた機動車は、JR 西日本の他の非電化路線へ運用の場を移している。1989年にワンマン運転を開始した当初は、ワンマン運転対応車は、 非対応舎と区別するためすべての扉をオレンジに塗装していた。電化直前となる2004年3月大イヤ改正時点での車両配置と運用は、キハ40型が8両、2027.20782083.20842090.20922133.2134、キハ47型が10両、 27.3666.13840万1016.1028092.1133134が配置され、キハ40型は全線で、キハ47型は、加古川西脇市間で2両、加古川寄り2000番台、谷川寄り20番台で運用された。これらを組み合わせて1から4両まで蘇生されたが、全列車ワンマン運転とされた。 1998年10月には、イラスト列車が運行された。車体のイラストは、全国公募により2作品が選ばれ、川魚やトンボをデザインした車両を、清流号、キハ42134、恐竜の親子をデザインした車両を、恐竜号、キハ42133と名付けた。清流号は、兵庫県加古川市在住の米田正宏、恐竜号は、 東京都八王子市在住の主婦のデザインだった。その後、約5年間運行されたが、車両の全般検査に伴い2003年7月に、青流号、同年11月に、京竜号が元の都職に戻され、イラスト列車は姿を消した。加古川水系の周運を代替する目的で、設立された万州鉄道と、その路線を譲り受けた破綻鉄道、万丹線の前身である。 万丹鉄道とは別が開業させた路線を戦時買収したものである。そのため、同じ破丹鉄道に属していた支線の高砂線、三木線、北条線、鍛冶屋線とは密接な関係があり、高砂線を除いてほぼ一体となった運行形態であったが、その全てが特定地方交通線として廃止、転換され、本路線のみが JR 線として残っている。 阪州鉄道は加古川及びその支流で行われていた、周運を鉄道に代替する目的で路線を付設したため、加古川線の各駅は、物流拠点付近に設置されており、集落から離れた場所であることが多い。旅客の流動に合わない、路線設定ゆえに、旅客需要は伸び悩んでおり、各支線への直通列車も多かったが乗客は少なかった。ただし、西脇市については、 カジヤ線西脇駅が中心市街地資金に立地していたため同駅の利用は多く、加古川線の多くの列車がカジヤ線へ直通し、西脇駅発着となっていた。前述の国鉄の特定地方交通線の廃止、転換の結果、各支線との直通がなくなり、また実質的な本線区間であり、需要の大きかったカジヤ線、野村駅、 現在の西脇市駅西脇駅間も失ったことから利用は減り続けた民営化後には通勤利用を狙って朝ラッシュ時間帯に加古川駅の快速列車を設定したりと手こ入れがなされたが十分な効果が得られず快速列車も数年で取りやめになるなどわかる話題に乏ぼうしかった快速列車自体は国鉄時代にも需要の少ない駅を通過する形態で日中に 運行されていた。さらには、大阪、神戸方面への需要に対しては、直通列車がないこともあり、西脇市内や滝の、社地区の市街側から発着する高速バス、大阪駅発着の中国ハイウェイバスと、三宮駅発着の西脇方面の急行バスに圧倒されていた。1995年の阪神、淡路大震災の際には、 万丹線などと共に寸断された山陽本線の迂回路の役割を果たした。谷川駅の1日の乗り換え客が8500人に達するほどであったという。しかし丹線非電化であったことから迂回路としての機能強化を求める声が起き、2001年10月には加古川線電化を行うことが JR 西日本から発表された。2004年12月19日には全線が電化され、 125系や103系電車が走るようになった。総事業費は約60億円で、うち45億円を JR 西日本や兵庫県などの沿線自治体が負担し、残る15億円を沿線地域での募金などにより、民間が負担した。中間駅のうち、亀野駅、薬人駅、青駅、西脇市駅の4駅が、 JR 西日本交通サービスによる業務委託駅であり、それ以外の各駅は無人駅である。中間駅には直営駅は存在しない。日岡駅、上野駅間で新駅設置の構想がある。内は、加古川駅起点の営業記録を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。